今日もずんだもんはお魚マスターを目指す旅の途中です。さて、ずんだもんは何をしているのかな？どうやら、大工でバイト中のようです。ずんだもん、ちょっと休憩に。それ、何？親方、何って、金槌ですけど。どこから持ってきたの？ド変態的魚好き御用達通販サイトオーンキットで手に入れたのだ。フィッシュセールとかでも手に入るのだ。全国の変態たちが集うから、いつも速乾で手に入れるのが大変だったのだ。でも、シュモクザメは軟骨魚類だからすぐ壊れちゃうんじゃない？あと、意外とシュモクザメの頭の骨薄っぺらいよ。そうなのだ。この頭でハンマーにならなかったら、何になるっていうのだ。てか、こんなバカでかいものついてたら泳ぐときに邪魔じゃね？普通に意味がわからないのだ。今回はそんなシュモクザメ、またの名をハンマーヘッドシャークは、どうしてあんな意味のなさそうな頭をしているのか、紐解きましょう。ステタカンクスにヘリコプリオン。古代の絶滅してしまったサメには、シュモクザメに負けないくらい変なやつがたくさんいたのだ。おいおい、そこの学者さん。なんじゃ。サメって、いつからいるのだ？めっちゃ前。それっていつなのだ？デボン期くらいかな。3、4億年前じゃね？こんな適当な学者は嫌なのだ。じゃあ、シュモクザメも昔からいるからこんなイカれた頭を持っているのだ。それは意外と違う。俺はヘリコプリオン。神様が適当にエイヤで設計したせいでアゴが歯車みたいになっちゃってる。サメの化石は軟骨で化石になりにくい。俺の化石は歯しか見つかってこなかったから。歯車がどこのものか一世紀もの間議論され、一応下アゴってことになっている。結局、この歯車はどこについていると思う？俺はよくいるタイプのサメ。残念ながら、ヘリコプリオンの野郎どもは絶滅しちまったようだ。水の抵抗が少ないこのミサイル頭。でかいヒレに、でかい口。この体が一番効率的ってわけ。海の覇権取っちゃおう。お前はなんぞ？なんか最近進化したものです。その頭はなんだ？クソ泳ぎづらくね。どこ見てるかわからないし、すぐに絶滅しそうだな。生まれた時からシュモクザメなんで、なぜこの頭なのかわからないんですけど。謹んで、生存競争に参戦させていただきます。ということで、シュモクザメは現代でよく想像するサメよりも後に誕生したんだよ。サメ界に突如として現れた金槌頭のシュモクザメ。現在では、全世界に大体9種類のシュモクザメが生息しています。さて、どうしてハンマーヘッドの金槌頭なのでしょうか？シュモクザメってなんで、あんな頭してるのだ？なんかのワブかな？でも、一応9種類もいて、それなりに出現してから時間が経ってるし。思いついたのだ。きっと、空を飛ぶためなのだ。トビウオだって、トビエイだって、イカだって空を飛ぶこの世界、サメだって飛んでもおかしくはないのだ。学者さん学者さん、シュモクザメは空を飛ぶために金槌頭を持っているのだ。この仮説どうよ。シュモクザメは空を飛ぶでしょう。シュモクザメは空は飛ばないよ。でも、あながち間違ってないんじゃないかの。シュモクザメは空飛ばないのか。あのハンマーはセファロホイルと呼ばれていて、頭の翼という意味すらある。なるほど。ひらめいた。僕は天才なのだ。翼のような頭ってことは、風を受けると空を飛ぶ。飛行機の翼みたいに水流を受けると、うまいこと浮いて水の中を泳ぎやすいってことなのだ。私、サメたちは浮き袋がない。だから肝臓に脂肪を貯めて浮き袋の代わりにしています。でも、泳ぎ続けないと沈んでしまいます。だから、この頭で浮力を得ているのかな？確かにその仮説は正しそうじゃな。しかし、この仮説を覆す仮説が誕生します。学者は考えました。ずんだもんの言ってることは正しそうだけど、これって、本当に浮力のためにやってるのかの？わざわざ頭じゃなくても良さそうだけど、うん。実際に水流がどうなってるか計測してみよう。シュモクザメの頭のモデル作りたいから、ウォンテッドでシュモクザメを落札してくれ。ラジャーなのだ。ほいよ。シュモクザメの生首ゲットしたのだ。オッケー。じゃあ、模型作って、水流をシミュレーションしてみるのじゃ。結果が出たのじゃ。なんと、浮力を得ていませんでした。マジか。シュモクザメ8種類と普通のサメ3種類の頭部の水流を比べたのじゃ。別にシュモクザメの頭に浮力を流しても浮力は発生しなかった。でも、明確なメリットがあったのじゃよ。明確なメリット？それは、方向転換した時に発揮される。普通のサメに比べて、シュモクザメは方向転換した時に、より速い動きをしやすいということが分かったのじゃ。へえ、つまり、シュモクザメの頭は浮力を得るためではなく、操縦性を高めるためにあったのだ。その通り。は、
そもそも操縦性なんていらなくね。これにはシュモクザメの生存戦略が隠されているのじゃ。俺は魚界の王者ホホジロザメ。魚はもちろんアザラシやタモサメまで食べる。たまにサーファーもアザラシっぽくて噛みついちゃうかも。そんなわけで今日も大物狙って狩りに行ってくるわ。なんだ、てめえ。ホホジロザメさんにはかなわないんで、カミアイカなんかの小物ばっか食べてます。そう、シュモクザメは、タノサメが狙わないようなカミアイカなどの動きが機敏な生き物を餌にしている。タノサメが狙わない獲物を狙うことが、生存に有利に働いていると言われています。また、9種類のシュモクザメは頭の大きさがバラバラで、頭が大きいものほど操縦性は高くなります。頭の小さいものは動きがそれほど速くないカミアイカを食べ、頭の大きいものほど動きの速いニシンなどを主食としているのです。頭の大きさと機敏性は比例しているのです。ちなみに、金槌頭とは違う方法で浮力を獲得しているサメもいます。傾きながら泳ぐ寄港主的シュモクザメ、ヒラシュモクザメというサメがいるのですが、こやつはひときわ大きい背びれを生かし、60度体を傾けることで浮力を発生させています。なので、基本的に泳ぐときは左右に傾きながら泳ぐのです。果たして、泳ぎづらくはないのでしょうか。というわけだ。お前なんも説明してなくね？まあいいや、動きやすくなるのは分かったのだ。でもそれだけだとメリット薄くね。目だってこんな変なところについてる。これで本当に前見えてるのだ。結論、バカみたいに見えてるのじゃ。シュモクザメの目がここにあるのはきちんと理由があるのじゃよ。まずは生物の目の位置について考えてみよう。縮小鏡も逃しちまったじゃねえか。豆鉄砲を食らったような顔しやがって。今日は完全に背後取ったんだけどな。見聞色の覇気でも使えるんかな。鳩のような草食動物は目が横についています。広い視野を持つことで後ろから近づいてきた捕食者にいち早く気づき逃げることができます。しかし広い視野のほとんどを片目で見ているので、両目で見ることのできる視野が狭いです。両方の目で見ることで距離感をつかむことができます。草食動物は動かない植物などを食べることが多いので、広い溶岩視野は必要ありません。逆にワシのような肉食動物は目が前の方についているため全体の視野は狭いですが、溶岩視できる範囲が広くなっています。これは動きの速い獲物を追いかけるときには距離感が大切になってくるためです。ちょっと待つのだ。うわ、積んだもんだ。うわとは何なのだ。まあい、サメは捕食者だよね。多くの魚は食べられる側だから目が真横についている。逆に捕食者であるサメは尖った頭を生かして両目視できる範囲が広い気がする。でもシュモクザメは真横に目があるのだ。これじゃ獲物をうまく取れないのだ。さあ、どうしてシュモクザメは目をあんなところにつけているのでしょうか。学者は考えました。せや、シュモクザメの視野をシュモクザメの種類ごとに研究してみっか。今日もイカは美味しいな。魚なんて食ってるサメは邪道よ。イカしか勝たん。な、何をする。やめろ。うわぁ、活気のいいシュモクザメゲットオン。ここはどこだ。なんか固定されているんですけど。はい、じゃあ縮しますからね。な、何をする。よし、じゃあいろんな角度から光当ててシュモクザメの視野を測っちゃうよ。というわけで、研究結果を発表します。たまにはちゃんと仕事するのだ。まず、垂直方向の視野はタノサメと変わらず、360度をちょっと超えるくらいでした。しかし、水平方向の視野は結構違った。普通のサメは10、11度の溶岩視野を持つのじゃ。しかし、うちはシュモクザメは13度、赤シュモクザメは32度、インドシュモクザメはなんと48度で、普通のサメの4倍を超える大きさを持っていたのじゃよ。シュモクザメの目はトンカチ頭の端っこについていて、ちゃんと前が見えているのか、疑問だったが、むしろタノサメよりも溶岩視野が広く、獲物を捕獲しやすかったのじゃ。これだけ、目の話をしましたが、実はシュモクザメは目を使わない餌を探す能力を持っているのです。僕はカレイ。一生を砂の中に埋もれて過ごす地味な存在。今日も人知れず海底で磯目をついばむ生活です。ね、あんなにでかい魚も僕の存在には気づきません。うん、餌がねえ、餌がねえな。手頃な小物はいねえかな。あれを使おう。ロレンチーニ機関。説明しよう。ロレンチーニ機関とはサメの鼻の下のあたりにある黒つぶつぶとしたこれのことである。なんやかんやあって、微細な電流を感じ取ることができる機関なのだ。生物が筋肉を動かすと生じる微細な電気を感じ取り、生物の居場所を感じ取るのである。見つけた。消え。
シュモクザメの頭の形を生かして、ロレンチーに機関をたくさん配置した結果、より強い感度を持っている。さらに、シュモクザメの頭を金属探知機のように使うことで、効率的に餌を探すことができているということじゃ。シュモクザメの頭には、メリットがたくさんなのだ。生き物って不思議なのだ。スーダモン、作業はどうだ？本当に変な生き物ってたくさんいますね。